礼しますよ。の、女子、貴様が来るとろくなことがないのだが。それは奇遇ですね。私もあなたに関わるとろくなことがありませんよ。教頭先生、僕たちに何かご用ですか？ああ、そうでしたね。アンナさんは来ていますか？今日はまだ来てませんけど。そうですか。では、あなた方から伝えておいてください。最近成績があまり芳しくないようなので、気を引き締めるようにと。アンナって成績悪いの？意外だな。とつなくこなしている印象があった。真面目で勤勉で理解力もあるのに、なぜ成績が悪いのか。有望な生徒だったのに、やはりこのアトリエに預けたのが間違いでしたか。何、そんなことは断じて。ともかく伝えておいてください。そういえばアンナちゃんの成績って聞いたことなかったね。多分いいんだろうなって勝手に思ってたけど。成績悪い優等生なんて珍しいよね。おはようございます。わっ、噂をすれば。どうかしましたか？視線を感じるんですけど。また成績が。困りました。アンナちゃん、勉強苦手なの？見ている限り錬金術の腕前が悪いとは思えないんだが。勉強で苦労することはないんですが、成績に結びつかなくて。よくわからないわね。先輩たちを手伝えるように予習したり、見よう見まねでやったりをしてるんですが。でも自分の学年のものはどうも基本が分かってなくて。そういえばアンナって1年下だったよね。すっかり忘れていたな。見よう見まねで同じことができるのは大した才能だと思うが。でもそれなら大丈夫だよね。教頭先生に理由を話して補習とかしてもらえば。先輩。
また変なこと言い出すつもりじゃ。アンナがこうなってしまったのはそもそも我々の責任なればこそ我々がきちんと再教育を施すべきだ。まともな意見だ。グーナル先輩、私のためにそんな。どうか言って、なんか企んでんじゃないの。にわかとは信じられない。別に教頭の鼻を沸かそうとか、アンナに恩を売ろうなどとは考えてないぞ。でも、言ってることは間違ってないし、いいんじゃないかな。そうだね。じゃあ、私たちが勉強を教えてあげる。先輩、よろしくお願いします。さて、教えるのはいいけど、どうやって教えようか。少なくとも技術は問題ないんだ。となるとやはり基本だな。基本、私が習ったのは何十年前かしら。難しい薬品を一から順番に調合していくっていうのはどうかな。おお、なるほど。それだ。今まさに俺様も同じことを考えていた。はいはい、くんちゃんはほっとくとして、何がいいかな。最近作ったものだと、ネクタルスーパーはどうだ。手順も多いし、基本的な材料から必要になるはずだ。私たちでも作るのは大変だし、ちょうどいいかも。それで行ってみよう。アンナ、材料はわかるよね。はい、聖奇石と上質の果物、あとは根菜と保存液でしたよね。じゃあ、聖奇石と保存液の材料はわかる？確か、あれ？この辺りから教えればいいよな。それじゃあ、アナちゃん、最初に研磨剤を作ってみようか。研磨剤ですか？さすがにそれは。これ聖奇石の材料じゃない。
難しい調合も材料を一つずつ見るのは基本的なものの組み合わせだからな。言われてみればそうですよね。全ての材料が最初から存在するわけないですし。アンナがアトリエに来た頃は僕たちが大体作っちゃってたからね。私、重要な過程を飛ばしてたんですね。今から覚えても遅くないよ。さあ、他の材料も取りに行かないとね。聖騎石と保存液の材料、竜の墓場と宣伝時に行けば揃うよね。1年の時に習ったものだしね。アンナ、もう一つは。あ、そうでした。果物を使うんでしたね。うん、せっかくだし使ってみたい果物を探してみるといいよ。アンナの勉強を見ているのですか？はい、そうです。大丈夫なのですか？そんな本気で心配そうな顔しないでください。一人の生徒の将来に関わることですからね。やはり今からでも私のアトリエに。余計な口出しはやめてもらおう。アンナは我々が立派に再教育してみせる。不安です。どうしようもない。お気持ちは痛いほど分かりますよ。まあ仕方ありません。アンナ。努力の様子は見られますし、あなたには後日特別に追試を実施します。このままの成績ではあなたも不本意でしょう。ありがとうございます。準備が整ったら連絡なさい。それでは。
知らしめるチャンスがこうも早く訪れるとは。いや、そういう目的じゃないからさ。アンナ、貴様には意地でも好成績を収めてもらう。ビシビシ行くからな。石の材料の採取だ。属性を持つ結晶と回復薬と研磨剤、あと一つは分かるか。心が分からんのか。ウェインに見せ場を譲ってやってるのではないか。レイ先輩、お願いします。クロム結晶ですね。分かりました。これくらい元気だと教えがいがあるね。こんな感じでようやくネクタルスーパーが作れるの。はあ、いかに自分が手順を省いていたかよくわかりました。やはり何事も基本が大事なんですね。へえ、ようやく気づいたか。お前もまだまだ未熟だな。ワンちゃんは何も教えてないじゃない。俺様が出しゃばらずとも、お前たちならアンナを導けると信じていたからな。欲しいんだから。他の調合も流れは基本的に同じだからね。それさえ忘れなければ大丈夫だよ。もともと知識と技術は十分なんだ。この程度のことはすぐに身につくだろう。ご指導ありがとうございました。明日にでも教頭先生のところに行ってきます。頑張ってね。遅くなりました。おかえり。どうだった？完璧とは言いませんが、十分な結果は出せました。
も先輩たちのおかげです。アンナが頑張ったからだよ。いいえ、教頭先生も先輩たちのことを褒めてらっしゃいました。しぶしぶとでしたが。あの方こそようやく我らの実力に気づいたか。でも良かったです。一時はアトリエを辞めるべきか真剣に悩みもしましたが。そうだったんだ。今は迷いも吹っ切れました。改めてよろしくお願いします。うん、こっちこそ。ただいま、こんなの取れたよ。たくさん取れたよ。はい、材料取ってきたわよ。おお、いろいろ取ってきてやったぞ。